で帰ってきた時に福田和子かもしれないって言ったんですよ。リアル現場主義。さあ今日は武人さんに来ていただきました。よろしくお願いします。あの武人さんの方の YouTube でも、ラムさん出ておりますので皆さんぜひチェックお願いします。武人 DIY フィールドですね。なんかおしゃれな番組名ですね。大丈夫なんですか僕ら出て。いやちょっとねトーク増やしてちょっと私もちょっとそっちが行きたいなと、めちゃくちゃ興味あるんで、僕あれが好きですよ、はい、あの字書くのうまいですよね。ああサインペイントね、いいですよね。あとはあれですよね、リアル現場主義っていう時ゲストの人がいると照れるという噂聞いたんですけど、はい、しっかりやってました今。今日はちょっとダン君がいるんで出てましたけど。ただのダン君画面に出すとすごい面倒くさいので今日は声だけの出演させていただきます。あの武人さんもねなんかさっき聞きましたけどめちゃくちゃ面白い話がちょっといろいろあるということで。あ、いいですね。芸人はねめちゃくちゃ面白いっつってハードル上げといて下通過する癖ありますからね。めちゃくちゃ面白い話があるらしいですよ。めちゃくちゃ期待してますよ。ダン君ちょっとハードル上げてきますね。今日ちょっとあの吉本の本社なんでちょっとまずは本社にまつわる話しましょうか。あ、ぜひぜひ。ちょうど警備員さんの受付通ってきたじゃないですか。はい、あのね吉本の本社の警備員さんでだいたいね7月8月ぐらいになると、あ、 M1 とかキングオブコントの賞レース近づいてきたなって分かるらしいんですよ警備員さんは。はい、それはなぜかっていうと終電近くなるとネタ合わせにいろんなコンビが入ってくるらしいんですよ。で受付でどうぞ中入ってくださいみたいなやって、あ、そろそろ賞レースの時期が来たなって言って、であの入ってきたロビーの警備員さんが立ってるところにも M1 グランプリ賞金1000万みたいなの書いてあって、で警備員さんそれ見ながらこんないろんなコンビの人を中に入れて、で朝方までネタ合わせとか稽古して帰ってって1000万取れるのって一組しかいないのかと、みんな頑張ってるな、俺もなんか頑張らなきゃなということで、その警備員さんが警備の休憩中に小説書き出したんですよ。でね、いやなんで小説なんだっていうのもあれなんですけど、小説書いて、でまた警備の時間になったら立ってまた小説書いてって仕上がったんで、俺もキングオブコント M1 じゃないけど小説の賞レースに応募してみようってそのね小説を応募したんですよ。ほうほうほう。そしたらなんと江戸川乱歩賞を受賞しちゃったの。すごいですね。で賞金が1000万。うん、でこれ何が怖いって片手間に書いて芸人超えてくなよって話。っていうかすごい、すごくないですか。ものすごい数の作家を乗り越えてきましたね。そうだから皆さん吉本スペース警備員スペース江戸川乱歩賞で検索してみてください。その警備員さんのやつ出てきますから。すごいですね。すごいですよね。だから M1 とかキングオブコントって芸人の人生変えるって言うんですけど周りの人の人生も変えてるんですよ。すごい、吉本っていい会社だ。黒い話ばっか聞くけど。今はクリーンですからね。闇営業を乗り越えて。いやそうですよね、今めちゃくちゃクリーンです。そうです。まあそういうあの綺麗な話は置いときまして、私ね、はい、逃走中の福田和子に会ったことあるんですよ。逃走中っていう番組に出てる。いや違います。逃亡中のだから時効8ヶ月前に会ってますよ。これね、まあだから俺らぐらいの世代の人からしたら福田和子ってメジャーじゃないですか。まあメジャーとか知らない人はいないというか、ニュースによくなってましたよね。まあ簡単に言うとホステス殺人事件起こして逃走して時効21日前に捕まるんでしたっけ。うん、そんなんでしたね。そうですよね。でそこまで逃げてて日本で初めて懸賞金がかけられた人ですよね。でその当時8ヶ月前に俺ね北海道の大学しか受かんなくて、はい、18歳か19歳ぐらいの頃ですよ。で北海道行っててその時元相方、まあ今ピンですけど元相方の鍋っていうやつと大学が一緒でそこで出会ってるんですよ。はい、でめちゃくちゃ仲良くて毎晩どっちかのアパートに行って一緒に夕飯食って一緒にテレビ見るみたいな生活で、バイト先も一緒だったんですよ。うん、でね美唄市っていう北海道の旭川と札幌のちょうど間ぐらいのめちゃくちゃ豪雪地帯で一晩に雪が90センチ積もるとかめちゃくちゃ田舎で、カラオケ屋もその町に当時1軒しかなかったです。でそこでその元相方の鍋ってやつと2人でバイトして、だから町で遊び場がカラオケ屋しかないのにそこでバイトしちゃったんでもう遊ぶとこなくなっちゃうぐらいの。そんな若者、そんな青春時代だったんですけど、
そのね、福田和子と会う前の日、残り時効8ヶ月ですっつって、あの頃特番めっちゃくちゃやってたじゃないですか。やってました、やってました。警察24時みたいな、うん、で、ミノモンタさんの番組で、懸賞金100万かけられましたみたいな、で、情報求めますみたいな、で、30分に1回ぐらい、あの福田和子さんの音声覚えてます？やばいやばい、私捕まんないよ、切るよみたいな、あの悪女感がすごいやつですね。そうですそうです、それがその特番で30分に1回ぐらい流れてて、で、これなぜかっていうと、整形して逃亡してるんだけど、当時声までは変えられないから、この声皆さん覚えてくださいって30分に1回流れてたんですよ、うん、で、整形技術も昔は多分目とか変えられたんですけど、福田和子っておでこがちょっとこうデコッパチみたいに丸く出てて、そこがなんかチャーミングで可愛らしいみたいな感じで、そのおでこはヒアルロン酸注射とかがなかったから変えられてないと。だから皆さん、おでことかこの声、これに注目してくださいって言って、福田和子の情報を求めますっていう番組だったんですよ。それを前日見てて、で、次の日のバイトですよ、カラオケ屋2人で入ってたんです。もう任されてたんですよ。夜10時ぐらいになって、お客さん来ないからもう閉めようかみたいな、それにしても昨日のミノモンタの番組怖かったねみたいな話してて、ガラス張りがあって駐車場なんですけど、もうね、雪降ってましたね。1台車が入ってきたんですよ。で、1台入ってきたなと思って、で、その元相方の鍋ってやつと、来ちゃったよって。カラオケって大体1回歌ったら2時間ぐらいだから、10時で店閉めれるのに12時までかかるじゃん。ああ、なるほどね、うん、めんどくせえなーなんて言いながら、で、お店にこうウィーンって入ってきたのが、まあ建築現場で働いてるような作業服の50代ぐらいのおじさんと、なんかスナックで働いてそうなおばあさんが入ってきて、で、当時のカラオケやって会員証とかアプリで受付とかじゃなくて、手書きで受付に住所書いてもらうんですよ、うんうんうん、男性の方が、北海道砂川市って書いて、で、そこで受付やってた俺とその元相方の鍋で、砂川市ってちょっと思ったんですよ。それなぜかっていうと、田舎の美唄市のカラオケ屋で、部屋が5部屋ぐらいしかなくて、別にお酒も食べ物も充実してない、うん、大学生2人がバイト任されてもやってけるぐらいのカラオケ屋なんで、なんで隣の市から来んの、砂川市の方が栄えてるから、そこの方がカラオケ屋も充実したのあったし、なんでっていうちょっと違和感あったんですよ。で、もう一個の違和感が、女性の方がずっと受付に背中向けてるんですよ。なんで、なんで俺らに顔見られたくないのみたいな、うん、で、101号室案内しようと思ったら、その女性がね、いや101号室やめてって言うんですよ。なんでと思って、で、これってトイレも受付から101号室は近いし、で、受付からなんかオーダーが入った時も持って行きやすいし、俺にとってもお客様にとってもメリットがある部屋なんですよ、うん、でもそこ嫌だって言うんですよ。え、なんでと思って、その覗かれたくないのかなみたいな、あ、ラブホテル代わりにみたいな、あーか、昔カラオケやって男性があのすりガラスの上と下が空いてて、その上から覗いて女の子だけだったらナンパするみたいな、だ、手前の部屋になると絶対覗かれるから奥の部屋がいいっていう人はいたんですよ。あ、なるほどなるほど、うんうん、だから、まあ、覗かれるのが嫌なのかな、あ、それはまあちょっと分からんではないですねとか思ってて、一番奥の105号室に案内したんですよ。で、案内したのは俺の元相方の鍋ってやつが案内して、で、帰ってきた時に、福田和子かもしれないって言ったんですよ。昨日ニュースで見た人が、北海道のこんな田舎の美唄市のちっちゃいカラオケに来るわけねえだろうって言って、なんでだよって言ったら、手袋してるって言うんですよ。でも雪降ってんだから手袋することあるだろうって俺が言ったら、いや、車で来たじゃん、手袋するみたいなこと言ってて、あと、このね、昔のカラオケ屋って、あの、歌本だったじゃないですか。だからいろいろ説明あって、オーダー取って帰ってくるから、結構会話というか、あって、その時ありがとうって言われた声が、私捕まんないように似てた。いや、でもそんなことないでしょ。じゃあ、そのね、ビール2つと焼きそば頼んでたから、そのオーダー俺が持っていくわっつって、で、俺オーダー持っていくんですよ。したら、その入ったら、まあモニターあって、テーブルあって、椅子あって、そのおじさんの方は ありがとうみたいなこと言ってくれるんだけど、その福田和子と思われる人はモニターに向かって歌ってるから背中向けてるんですよ、俺が入り口から入っていったら。で、ビールをこのおじさんの方に置いて、福田和子のこれ顔見たいなと思ってだって本当と思ってないし、大学生だからモニターと歌ってる福田和子の間にこう回り込んで、お酒をこう出そうと思って、こうやって顔見た時、あの今の逃げてる顔のモンタージュ写真あったじゃないですか、はいはいはい、
目がそれだったんですよ。おおっと思って、でもここで俺おでこ見なきゃと思ってこのデコパチ、はい、これがどうなってるか直せないデコを、そうこれ見なきゃと思ってこうビールを置きながらここ近づいてみたら、おでこをねパッツン前髪で隠してたんですよ。で俺隠してると思ったら逆にそれが怖くなってって声出しそうになったんですよ。したらその福田和子と思われる人が俺を遮るようにクイックでってやってきたんですよ。でもねこれねシーってやっちゃったら私ですってバレてるみたいなもんじゃないですか。だから向こうもとっさだったと思うんですよ。声出さないようにってやってきたんですよ。ほんとクイックで、ですぐやめて俺ってなっちゃって、あこれゆっくりって出てきたんですけど、これ福田和子だと思って、うん、で手袋もなんていうんですか、あの防寒用の手袋じゃなくて、あのウグイス嬢とかがするような白い手袋わかります？昔のタクシーの運転手がしてたよね。そう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 、それだったんですよ。で、あ防寒じゃないって言って、なんでその白い手袋なのと思って、で戻って福田和子かもしれないってその鍋に言ってオーナーに電話するってなったんですけど、オーナーはちょっと厳しい人で10時以降電話かけてくんなって人だったんですよだから多分寝る時間なんですよ自分が、うん、でなわけないし、めちゃくちゃ田舎だからこれ俺らが誤情報流したらあのカラオケ屋変なバイトがいるっつってね、カラオケ屋が潰れても困るじゃないですか、変な噂立っても。だし何が一番怖かったって、殺人犯に顔を覚えられたかもっていう恐怖が2人でめちゃくちゃ来たんですよ。だから今だったら100万もらえるんだから電話しようぜっていうねノリになるかもしれないですけど、マジで殺人犯に顔を覚えられたかもと思うと思ったら、100万円よりもこれあんた警察に通報したでしょとか後から言われたらどうしようって恐怖心で通報できないって、めちゃくちゃ2人でテンパったんですよ。したらもう体感ねどんぐらい経ってたか分かんないですけど、10分後ぐらいに男性がお会計ってくるんですよ、うん、え帰んのと思って、でお会計処理しなきゃっていう間に福田和子と思われる人はパーって出ていくんですよ先に、うん、怖ーと思って、でお会計済ませて、で次の日にオーナーに2人で電話してこんな人が来たんですけどって言って、そのね受付の時に男性の住所あるじゃないですか、これがあるんでちょっと一応警察にこれ行ってもらえませんって言ったら、なわけねえだろって言って、今話題のあれがなんで美媒師に来んだよみたいな、お前らそんなことよりしっかりバイトやれよぐらいで終わったんですよ。でその8ヶ月後捕まるんですよ。で捕まったらニュースでめちゃくちゃやるじゃないですか、逃走経路の中に砂川ってあったんですよ。あったんですね怖ーと思って、だからあれ福田和子だったんだと思って。もうそれはそうでしょうね。でもね、ど田舎のカラオケ屋さんになかなか行かないね。もうなんで行ったんだろうとも思うけど、ね、で捕まった要因があれだったじゃないですか、コップとマラカスをなんか行きつけの居酒屋の店員さん女将が警察に提出して、明日も行きつけだから来ると思うからって言って、その指紋が一致してたからそれで捕まったって言ったじゃないですか。マラカス貸しても言われてたんですよ。ちゅうか家にいろよって思うなんでそんなマラカス振りたいんだよでももともとホステスで、いやそうだけど、いい人で盛り上げる癖あったっていうじゃないですか。いやそうだけど、はい、もうちょっとで終わるのに。本当に福田和子っぽいじゃないですかこの話、うん、だからどのテレビ番組でも放送してくれなかったです。打ち合わせまで行って、じゃあ収録しましょうかって収録もさせてくれなかったです。本番直前で あの話やめてくださいって、多分できないんで。あらららら、なんかそのテレビって誤情報流せないし、うん、当時獄中で亡くなって何年か経ってた時だったんで、うんうんうん、ちょっとそのリアルなのに確証が取れてない話テレビでは流せないですっつって、うん、まあ那須になってしまうのもなんか分かるのは分かりますけどね。でもその福田和子さんのニアミスってすごいっすね。いやめちゃくちゃ今ちょっと話しながらも鳥肌立ってるぐらいの怖さありますね。でそのせいもあるのか、あの冒頭にラムさんが逃走中に出てる福田和子って言ったら今ちょっとじわじわ来てます出てへんやろ有名人やから出たんかと思っていやありがとうございました。ダン君すごいですね、オープニングのラムさんのボケをエンディングで回収してくるってめちゃくちゃ腕ありますね。これね、あのまだ他にもめちゃくちゃやばい話あるみたいなんで、もう一本、はい、もう一本ちょっとお願いしたいなと思ってます。で、今回同じ時間同じ日にですねこちらがも出てますんで、よろしくお願いします。じゃあちょっと次回また。
はい、僕の方のチャンネルでもラムさんいかつい話してくれてますんで、はい、ぜひ。あの臭い話してましたね回らないでおなじみのぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。